すでに勝ちは見えておる。悪魔隊が寝返った。この機を逃すな。徳川の砦を潰し信長を撃退するぞ。真田の三男殿、背後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくしかない。上にこそ都合が良すぎる。真田昌幸、ここで止める。次である徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。一人を足止めしたところで武田の本体はすでに。まさか。撃て、たやせ、生きて返すな。など自慢にならぬ。信長様、手はず通りにございます。たばかられたか。やはりおびき寄せられたか。信長、周到に罠を張っていたな。一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。開門。すみません、今度こそ挽回させてもらいます。佐久間砦を厳重に固めているな。時はかけられ、南砦を突破する。自慢にならねえ。
将討ち取ったり。死の中に閉じ込められた。それでも勝頼様がおられる限り。解剖まだまだ守り玉すべて信綱が食らってくれる。これは戦ではない。一刻も早い幕引きを。受け止まれ。高綱にお任せあれ。開門。勝利条件変更。ここで何が戦うか。策はなくとも止めねばならぬ。敗北条件。結構のぶつなめ、良い煽り方をするチョコザイが。のぶつな謎に遅れを取るな。赤備えの恐ろしさ刻みつけてくれる。勝頼様、兄上。私は など自慢にならん。うるわなめか。三方ヶ原とは立場が逆になったな。本田平八が戦の最中に無駄口を叩くか。私と勝頼様はお前たちとは違う。まではまずいか。なお生き恥をさらし、それでも私は無働きなど自慢にならぬ。武者たちよ、武田騎馬隊はなぜ向かってくる。死ぬのは分かっているのに、なぜ。勝頼様、今です。お引きくだされ。すまぬ、
皆すまぬ。さて、正幸よ、兄と共に七に入る覚悟はあるか。無論、敵陣を少しでも脅かし、勝頼さんを無事に退却させてみせます。それに気づいたゆえに、あえてその身を投げ出し、お家を守った。少しでも脅威を除き、勝頼様を逃がすため。しかし、それさえも信長の狙い通りでは。そうであっても、犬死にではない。我らは生きて、その証を立てるのだ、正幸。武田の意地か。頃合いです、兄上。撤退を。すまん、正幸。兄はここで捨て石となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな。兄上。正影、信綱も。勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。
はあ、分かった。すまない、正行。信綱、正輝を、お前の兄たちを。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正行が必ずお守りいたします。これは正行さん、いい商品が入ってますぜ。できましたぜ。はい、どり。できましたぜ。できましたぜ。また来てください。良い品が入っております。良い出来です。ご武運を。正行様。わかりました。
馬がご入用ですか。ありがとうございます。また寄ってください。釣り日和じゃ。異常はありません。出陣するか。